これは、E パワーモードで、電気だけで走ることが最初はできます。ではまず、電気だけで走ってみましょう。いきます。あ、全然音がしません。やはりすごいですね。はい、あ、これはすごいですね。全く今電気で走っています。ここのスイッチを変えると、電気から、ガソリンモードに変わります。変えてみます。変わりました。操作系は、やはりいつもの911のような面影をほんのちょっと残しています。ウインカーとか、イグニッションキーとかは、いつものポルシェのものを使っています。ものすごく足がいいと思います。ギャップを通った時にその収束があっという間です。1回でピッと止まります。それがサスペンションのすごいところです。今スポーツモードですけども、乗り心地は非常にスポーツカーとしてはとてもいいと思います。もちろん硬いんですけど、でもしっかりしなやかでサスペンションがすごくスムーズに動いています。フロントの視界はですね、非常にいいんです。両側のフロントのフェンダーの峰がきっちり出ています。これはとても気持ちがいい感じです。それから運転しやすいですね。低速トルクもすごくあります。今2000回転でトロトロ走ってますけども、何の問題もありません。ここから一気にふーっとすごい加速です。今度アクセルペダルをちょっと触っただけでもすごい加速になります。ブレーキのタッチもものすごくいい感じです。カーボンブレーキでこれだけのタッチっていうのは優秀ですね。ステアリングのギア比はポルシェの方が少しスローかもしれません。でもステアリングそのものが非常に的確です。素晴らしいコーナリングですね。全く安定しています。何も起こりません。こうした2台を乗ってみると本当に現代のスーパーカーというのがどのくらいすごいものなのかよくわかります。普通の道では簡単に本当に優しく誰でも乗れるような感じで乗れ、でも実は本当の性能を出すとアクセルを思いっきり踏めばとんでもない異次元に飛び込んでしまいます。その凄さたりが本当に想像を絶するものだと思いました。
改めて現代のスーパーカーの技術というのはすごいなと感じた一日でございました。以上です。